皆さん、はじめまして、ファウンド X、東京大学のファウンド X の馬田と申します。今日ですね、大学のセッション、かつ、YC のセッションということで、私、東京大学ファウンド X というところで、東大の卒業生向けのアクセラレータープログラムをやっています。で、そこでですね、大学、そしてアクセラレーターという観点からまとめのセッションとして、かつ、日本で YC のやり方がどこまで通用するのかというところを、2人の、ファウンダーの皆さんに来ていただいて、ディスカッションしていきながら、皆さんのクエスチョンもあれば、それにお答えしていければというふうに思っている次第です。簡単に私の自己紹介を改めてさせていただきます。簡単にですね、ファウンド X というものはですね、スタートアップのインセプションプログラムと呼んでおりまして、アクセレータープログラムよりはもう少し前のフェーズですね、アイデアがない段階から支援して、投資の前ぐらいまで支援すると。投資ある程度受けていても支援はできるんですが、資金調達額3000万円以下ぐらいのチームを支援するというふうなプログラムをやっています。で、ですね、アイデアを考えるところから、スタートアップの最初期の支援までやっていって、YC の方々ともおっしゃってましたが、コミュニティってすごく大事だというふうに思っておりますので、そのコミュニティ作りのためにですね、個室を無償で貸与して、一箇所にいていただいて、いろんなスタートアップの皆さんと、交流いただくと。で、ディストラクション、集中が削がれないように個室を提供するというふうにしています。参加者随時募集中ですので、ぜひ参加いただきたいのと、あと YC 系で言いますと、YC やアンドリーセン・ホロウィッツの皆さんから許可を得てですね、YC のコンテンツとかを翻訳しているファウンド X レビューというものもやっていたりします。レビュー .foundx.jp で最新の US のスタートアップのノウハウが知れますので、こちらもぜひチェックいただければと思います。また、ファイオン X 自体ですね、Y コンビネーターのやり方をすごく参考にさせていただいていまして、こういうスライドを昔まとめていたり、私自身、その YC を中心にですね、スタートアップのこうしたスライドを作っていたりしました。ですので、こういうノウハウっていうところですと、いろいろ使えるのかなと思っていまして、今日はその実際をお二人のファウンダーから聞かせていただければというふうに思っている次第です。以上が私の自己紹介で、今日は2人のパネリストの方にいらっしゃっていただいています。1社目がエレファンテックの清水様、2社目がマントラの石渡様です。では、清水さんから自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、すみません。はじめまして、エレファンテック株式会社の清水と申します。簡単に私も、自己紹介させていただきます。ちょっと他でカジュアルなところで使ったやつなんで、カジュアルな内容なんですけれども、今32でして、東大理一から、電子情報理工の後、マッキンゼという経営コンサルティング会社に2年ほど働きまして、その後起業しています。で、何やってるかというと、インクジェット印刷、電子回路を印刷するという技術を世界で初めて量産化したスタートアップです。で、一応、東大の先生と始めたので、東大発っていうのをよく言われるんですが、東大って東大発という認定を別にしてないので、かっこ東大発という形で書いてますが、よく東大発と言われます。で、この印刷で電子回路を作るっていう製法は何がいいかというと、ものすごく省資源化ができて、すごく簡単にものが作れるようになりますという技術をやってます。で、創業2014年で、そのものづくりの技術をやってて、珍しい点としては、自社で工場を持ってまして、実際そういった印刷による電子回路の製造というのを、技術開発だけではなくて、実際その量産の実証まで含めて、自社でやっているというのが、ちょっと特徴的な部分かなというふうに思います。なので工場を作らなきゃいけないので、結構お金もたくさん必要で、今まで累計で50億弱ぐらい到達してまして、そういうのをやっておりますという、そういう会社をやっております。非常に東大のコミュニティとかにもお世話になりつつ、ここまでやってきた会社っていうのと、あとはそのハードテックというか、ディープテックの会社で、実際こうやって実際量産の実証とかまでやってって、多分そんなに会社ないと思うので、そういった視点からお話しできればなというふうに思っております。よろしくお願いします。では次、石渡さんお願いできればと思います。はい、よろしくお願いします。マントラ株式会社の石渡と申します。僕たちはですね、マントラって言って漫画を自動翻訳する技術を研究開発しているスタートアップです。で、僕は2010年に東大に入って、学部修士博士とずっと9年間ですね、東大で過ごした後で、就職をせずに
そのままマントラの企業に至っています。で、僕たちがやりたいのは世界の言葉で漫画を届けるっていうビジネスで、これは漫画家さん、たくさん自分の作品を読まれたい、たくさん買われたい漫画家さんたちの作品を世界の漫画好き、いち早く自分の読める言葉で漫画を楽しみたい作家さんたちに、あ、読者の皆さんに届けるというのが僕たちのミッションです。なんでこんなことをやってるのかというと、あの世界の漫画市場がアジアを中心に急成長しているというのが背景にありまして、日本の漫画市場って5年以上横ばいなんですけども、中国だと4年で2倍に伸びて、で韓国だとウェブ漫画だけでですね、あの年 15% で成長しっていうような状況にあります。でそうすると当然日本結構大きい市場なので、漫画、日本の漫画を海外で読みたいとか読ませたいという需要が増えてくるんですけど、なかなかこの漫画の翻訳って普通の文書の翻訳よりも、まあ、2、3倍あの手間がかかってしまうとか、あと週刊連載だから毎週新しいコンテンツをどんどん翻訳していきたいんだけど、まあ、ある翻訳業者さんの場合だと、まあ、2週間はかかっちゃうから、こう同時にあの配信していくことが難しいみたいな課題が業界にあります。でこれを解決するために僕たちが作っているのが漫画を自動翻訳する技術、自動翻訳して漫画の翻訳スピードをめちゃくちゃ上げる、それから翻訳のコストを下げることによってより多くの漫画家さんの作品が世界中に届くといいねっていうのをやってます。でこれを今あの法人向けに提供していて、こう機械翻訳の技術とこれを使って後であの翻訳者さんが修正するっていうツール、これを組み合わせることで従来より2倍くらい早く漫画の翻訳ができるようになって、日本の漫画を海外に持っていくとか、海外の漫画を日本の大きい市場に持ってくるっていうのを加速させるための仕事をしています。この辺のことをやっています。で僕はあのさっき申し上げたようにスタートアップを最初から会社の経験を経ることなくスタートしたので、かなり大学周りのコミュニティにお世話になっているので、まあ、どういうメリットがあの大学の周りでスタートアップをやることを やるのにあたってどういうメリットがあるのかとか、あるいはまあ、どういうコミュニティがいいのかみたいな話をできたらいいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ですね、私の方からいくつか質問させていただきながらこの振り返りをしていきたいと思っています。でまずですね、ちょっとこのスライドをご覧いただければと思うんですが、ワイコミネーターでよく言われていることとして、まあ、今日のセッションでもあったと思うんですが、まあ、ライトコードと、まあ、ドクトユーザーみたいな話をされていたと思います。で YC、ワイコミネーターだとこの5つ以外はするなみたいなことが言われていたりするというふうな話を聞いています。ただ、まあ、Y コミネーターのこの、プリンシパルといいますか、は、まあ、基本的にソフトウェア企業に対してのやり方かなという話があって、まあ、今日のセッションの中でも、ゆりですね、のセッションだと、この2つのことですね、ライトコー、ライトサコーズじゃなくて、ランダキラースタディとトークトゥーユーザーズだというふうなところが言われてたかと思います。まあ、こういう、まあ、ハードテック、特に日本のハードテックで、こういうこの2つの、まあ、なんでしょうね、言葉は本当に適用できるのかっていうところを、ちょっと実際にお二人これまでスタートアップ立ち上げられてきて、もう数年経った清水さん、そして、まあ、始まって1年の、石渡さん、1、2年、2年の石渡さんに、まあ、実際どうだったか、このアドバイスは有効なのかっていうところを、ぜひ聞かせていただければなというふうに思っています。では清水さんからお願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。まあ、やっぱりまあ、ディープテック、ハードテックっていうのとそれ以外で、まあ、違う点ではあると思うんですが、やっぱりでも基本的にはあんまり変わらないといえば変わらないかなという気がしてます。まあ、我々の場合その本当に技術系のスタートアップなので、その本当にそれこそ LINE 作ったりとか、まあ、量産がそもそもできるんですかっていうふうな、まあ、大きな技術的課題というのを解かなければならないというのは、まあ、ある一方で、まあ、それを結局はでも買ってくれる人はいない。例えば我々分かりやすいのはその環境にいいですと。で、環境にいいですってはまあもちろんいいんですが、環境にいいだけで物は買ってくれないというのが あるので、まあ、その技術を、まあ、そのエコノミクスが成り立つようにするところまで含めて、まあ、プロダクトの設計だと思うので、まあ、そういう意味では若干その技術開発の比重が大きいかなというぐらいで、本質的にはやっぱりお客さんと話すというのが非常に重要というのは、まあ、そんなに変わらないというか変わらない、まあ、かなというふうに私は思っています。だから今はもう日々どういうふうによりうまくその何て言ったらいいですかね、お客さんからお金もらうにはダイレクトに言うとっていうのを、まあ、すごい常に
っぱり考えてますね。ディープテック系を支援してて思うのが、最初のユーザーを掴むのが結構大変だなと思うんですけれど、そのあたり清水さんって最初のブレイクスルーってどのあたりから？それは超大変ですよね正直超大変で、我々もそうは言っても2014年に創業して、最初のまともなお客さんっていうのを掴んだらいつかって言われたらまあちょっと定義次第ですけど今年かなっていう感じもするので。今年ですか？5年6年6年丸6年半経った後かなっていう感じもするので、そこは非常に難しいとは思いますね。まあ、だからそこはその技術開発である程度その、まあ、ロードマップというか、まあ、そうは言ってもそこまである程度お金持たせなきゃいけないっていうのがあるので、まあ非常に技術開発そのうちできますではいかんと思うので、まあ、全体に向けてこういう進捗で進んでるので、あとここまでいけたらこれぐらいのお客さんのニーズも見えてきてますというシナリオというか、を作っていくっていうのはすごく大事なのかなっていうふうには思ってますね。ありがとうございます。では石渡さんに関しても、比較的ソフトウェア寄りだとは思いますけれど、結構開発が必要な、特に研究開発系で必要な技術を得られていると思います。もしマントラの経験からこの2つ、まあ、ライツコードとトクトユーザーズで、まあ、本当にそうかなっていうところ実感を教えていただいてもよろしいですか？そうですね、今馬田さんがおっしゃっていただいたように、確かに僕たちってソフトウェアの会社なので、本当に使ってもらえる人がどれくらいいるのかっていうのは一番重要です。なのでこの2つじゃあどっちの方が重要なのっていうと、僕もやっぱり Talk to Users の方が圧倒的に重要なのかなっていうふうに思っています。ただ一方で漫画の自動翻訳みたいな技術っていうのは従来なかったものなので、このなんか見せれるものがないとイメージしてもらうこともできないですよね。だから最初にこれは本当に僕たちの技術があれば実現できるんだってプロトタイプはなんか持っていきたいなというふうに思っていて、なんでそのキラースタディは最初の2週間3週間くらいで一番最初のプロトタイプは作って、でそれをこういろんなユーザーの人に、まあ、見てもらうっていうようなやり方をしてました。なるほど。じゃあランザキラースタディを言い換えると、何でしょう、ランチザファーストプロトタイプみたいな感じになるんですかね？そうですね、ランチザファーストプロトタイプ、でもコード書いてたって感じですもんね。なるほど。一番最初はそうですね。はい。お二人に共通しているところとして、まあ、結構その企業向け、エンタープライズ向け、比較的大きなユーザー向けのプロダクトなのかなっていうふうにも思ってるんですけれども、そこをどうこうヒアリングするのも結構難しいあてだと思うんですが、どう切り開いていったのかっていうところを石渡さんから聞いてもいいですか？ここはまさにその大学のコミュニティとか、あるいは僕たちは水戸っていうコミュニティのお世話にも結構なってたんですけど、そういうコミュニティがすごく助けてくれたっていうのがありますね。例えば大学で言うと OB の人たちにこう出版社さんとのつながりがある人たちがいて、だから普通だったら会えない方に、まあ、後輩だからって言ってこう紹介してもらえて、ヒアリングをさせてもらえたりとかっていうのがあったの で、これってもし僕たちが何のコネクションもなくて、なんかこうスタートアップを始めましたで玄関叩いてで営業しに行くとかだと、だからそもそもこのプロトタイプを見せるべき人に見てもらえないっていう状況がまあ起こるのかなっていうふうに思うので、まあそうですね、コミュニティに助けてもらえたっていうのが一番大きかったなと思ってます。ありがとうございます。清水さんいかがでしょう？まあ、我々は、まあ、コミュニティのコネクションみたいなのもなくはないですけれども、どっちかっていうと本当にもう何度も当たるみたいなのが結構大きいかなっていうふうに思ってます。いや、うちも正直電子回路っていう基本的な部材を今までと全然違う方法で作れるようになったんですよみたいなことを、まあ、電機メーカーさんとかに言いに行っても、なんか、まあ、基本的には否定から入るというか、まあ、でも既存のものの方がやっぱ信頼感あるしみたいな話絶対なるじゃないですか。で、まあ、それはもう言われ続けてまして、まあ、弊社のお客さんでももう創業直後から店に行ってはこんな使うわけねえじゃんって言われて、こう何度もリジェクトされて、それでもちょっとアップデートあったんでちょっと見てくださいみたいな感じでまた行って、で場合によってはなんかズーム会議とか、最近でもありましたけどズーム会議とかでもちょっと時間ないんで、いやめさせてもらっていいですかみたいな、ズーム会議時間ないもんねえだろって感じですけどまあそういうこと言われてもめげずに行くっていうのがすごく大事かなというふうに思ってるという、なんかめっちゃ身も蓋もない話なんですけどっていうふうに思ってますね。なるほど。まあ、本当になんか研究開発系のベンチャーって、研究開発がすごく比重重いと思いきや、そういうセールス活動が
かなり重めって感じですかね。いや、まあ、ぶっちゃけそうなんですよね。研究開発、いや、本当に一番気をつけてるのは、やっぱり研究開発型ベンチャーだからって言って、やっぱり研究開発が逃げがちなので、まあ、そこをそうならないようにしたいなっていうのは、うちの会社ですごく気をつけてるところで、その研究開発やってるとですね、なんかもう全部それに、なんかその開発の性能がまだ出てないからとか、なんか、いや、まだ売れる状態になってないからとか、なんかそのいくらでも理由つけようと思ったら、つけるんで、もうちょっと研究開発進めてからみたいな気持ちになるんですけど、まあ、どうって言ってても始まらないので、もう研究開発を進めながら、まあ、お客さんに何度も当たっていって、こんなんダメだよって言われても、当たり続けるっていうことが、まあ、重要かなっていうふうに、私は今思ってますね。石渡さん、今の清水さんの言葉聞いてどう思われましたか？いや、かなりその通りだなっていうふうに思いますね。その研究開発を、例えば僕たちで言うと、スタートアップをやる前の6年間とかは研究開発だけをこうやってたので、なんかいいものを作りたいとか、その面白い技術をこう使っていたいとかっていう気持ちがやっぱ強いんですけど、でもそれはお客さんからしたらあんまり関係ないことなんで、そこをグッとこらえて、もっと良くしてから店に行きたいという気持ちをこうグッとこらえて、なんかこれまだクソだけどちょっと見てもらわないとな、みたいなことをやってたりします。で、あと最近意識してるのは、YC の教えとかでもあると思うんですけど、作る前に売れみたいな話があって、もう開発をする前からこうどんだけ開発せずにモックを見せられるのかっていうのをできるだけ工夫して、でこう僕たちが開発のリソースをほぼ割かずにお客さんに見せに行くっていうのをかなり意識してますね。でちょっと多分エンジニアとか研究者をやっていた頃だと、なんかそれって本当にありえないことなんじゃないかなって感じたと思うんですけど、なんかその辺の感覚は結構変わってきたなと思います。なるほど。その辺の感覚変わるのに大体お二人どれぐらいの時間を要したって感じですか？柴谷さん先に。いや、でも じわじわですよね。なんかスタートアップって寿命が短いじゃないですか。こうほっといても必ず死ぬじゃないですか。会社の寿命はなくなっていくので、でこれなんか3ヶ月間開発一生懸命やって、であれこれいらんもん作っちゃったなとかっていう経験を何回かすると、あ、これは本当にまずいなっていうふうに思って結構変わっていきました、ね。まあ、なので気づくまで、そうですね、半年とか8ヶ月とか。でも今でもなんかこう どんどん意識がちょっとずつこう開発をできるだけしないようにっていうふうに少しずつ改善されていってる気がしますね。清水さんいかがですか？いや、本当にそうだと思います。私もやっぱり今でも毎年思うので、やっぱ去年に比べてよりお客さんと話せるようになったなとか、私ももともと本当にエンジニアリングが好きな人間で、だからこそこういう研究開発型のベンチャー始めてるので、やっぱどうしてもほっとくと研究開発に逃げがちというか、なっちゃうので、なんかそれを補正していくかっていうのは本当に毎年ある話ですね。だ最近はあとよく感じてるのがですね、技術ってあるとして、それをどうお金に変えるかって、その1個じゃないはずなんですよね。で、あとその結構面白いのは、その技術が特殊な部分っていうか、本当の強みの部分と、お客さんがお金払ってくれる部分って、必ずしも一緒じゃなかったりもするので、そういうケースって普通にあるし、そういうケースでも別だとしても、そういうケースも踏まえて、どうやったらこの技術持ってるっていう状況から、それをお金に変えていくっていうのが一番どうしたらいいんだろうっていうのは、まだまだ日々考えていかなきゃいけないことだと思ってますし、というのを、年々自分も成長してるみたいな、そういう感じですね。ありがとうございます。では次の質問に行かせてください。次の質問はですね、難しい課題の方が簡単というのは非常に反直感的なんですけれども、よく Y コンビネーターで言われていて、今日のレクチャーといいますかセッションの中でも何度か言われていた言葉だと思います。でディープテック、ハードテック、あるいはバイオテック系って、まさに難しい課題で、それの方が簡単になるのか、本当に簡単だったのかみたいなところを聞かせていただければなと思っていて、実際にこの、セッションの中でもあったのが、このブームスーパーソニックっていうところの例が出されていましたが、このブームスーパーソニックのファウンダーって、これ2020年の記事ですが、10年前ってこれをやってたんですよね。バーコードヒーローみたいな。で、グルーポンに買われて、で、いわゆるそのクーポン系のサービスだったという感じなんですけれども、だからそれよりも実はこのブームスーパーソニックは簡単だったっていう、ファウンダー本人が言ってたりします。これ日本でも当てはまるのか。難しい課題の方が簡単になるというのは当てはまるのかどうかというところを、じゃあ清水さんからお願いしてもいいですか？
ありがとうございます。これは本当にそうだと思ってまして、難しい課題の方が簡単っていうのは本当にそうだなっていうふうに思ってます。で、これ日本だとどうかっていうところなんですけれども、日本でこそむしろ難しい課題を解いた方が簡単だと思ってます。それ なんでかというと、難しい課題を解いてる人が非常に少ないので、採用の意味でも、そのお金を集める投資の意味でも、まあ、めちゃくちゃ有利だと思ってます。例えば我々採用ってほとんど困ったことがなくて、常にうちのウェブにどんどん問い合わせが来るんですね。で、それでなんで来てくれるのっていうとですね、いや、なんか、この製造の技術とかの分野、技術の分野で、なんか本当にその、こんな難しいというか、本当に課題を解こうと、されているところって、結構調べたんですが、あんまないんですよねっていうふうな、まあ、特に我々みたいなエレクトロニクスの世界になると、本当にない、本当に少ないので、っていうところで、まあ、採用も割とその、まあ、いい条件でというか、まあ、いい関係でやれますし、で資金調達についても、まあ、投資家って当然その、まあ、これ馬田さんのスライドとかに向けてできますが、その結局ちっちゃい人だとあんまり意味がなくて、結局そのホームランというか大型の本当何百倍とかになるようなもう狙いたいよねっていうところで言うと、まあ、結構 VC とかの方からよく聞くのはなんかそういうのってあんまないんだよねっていうか、そのめちゃくちゃリスク高いけど、うまくいったら本当にその世界のスタンダードを取って、そのっていう風なやつってあんまりないんだよねっていう風なところで、むしろそれは日本の投資家こそ探してるようなイメージがあるので、まあ、そういう意味で言うと、本当に日本でこそそういった難しい大きな課題、もちろん難しいだけじゃなくて、解いてるのが大きな課題、まあ、私なんか難しいことというよりは、まあ、その大きな課題を解くっていうのは重要だと思ってるんですけど、大きな課題を解くっていう方が採用投資いろんな意味でやりやすいのかなっていうふうには思ってます、ね、ありがとうございます。石渡さんいかがでしょう、実感として難しい課題、結構難しい課題だと思うんですけれど、しかもマーケットも世界での方が簡単になってると思いますか？ただ僕たちはこう複数の課題をスタートアップで解こうとしたことがまだないので、今やってる課題が難しいのは分かるんですけど、何でしょう、簡単な課題だったらもっと難しくないのかっていうのはちょっと自信はないんですけど、ただ難しい課題を解いてるから助けてくれる人が多いよなっていうのはなんかかなり感じますね。僕たちが解こうとしてる課題って、さっきは自己紹介の時にこう漫画の翻訳のスピードとコストが問題だから、それを解決するツールを提供してますというふうに言ったんですけど、もっと根底にある課題っていうのは何かっていうと、結局漫画が早く安く出てこないから海賊版として読まれてしまうんですよね。で、特に海外で漫画の海賊版が読まれていて、で海賊版を読まれると困るのは漫画を作ってる人たち でその人たちは結局本来であれば得られたであろう利益を全く得られない。なのでこうマーケットが荒らされちゃって、結果として日本の漫画市場がこう伸び悩むみたいな問題があって、でその問題って明らかに難しくって、もうずっと海賊版っていうのは昔からあって、だけどそれをまだ解決は世の中はできてなくて、どうしたらいいんだろうねっていう課題がある。でそう全然解けないっていうのはこうみんなが分かってることなんですよね。なのでじゃあそれを本気でやります、でかつ技術でこれを解けるんじゃないかと本気で思ってますっていうふうに言うと、分かった、じゃあ頑張ってみてくれっていうふうにこう応援してくれる人が多いよなっていうのはすごく感じるところですね。難しい課題でこうずっと解かれてないけど難しいなってみんなが思ってるっていうのは、まあ、重要な課題だってことなんで、なのでなんでしょう、サポート、まあ、こいつらサポートしてあげないといけないなっていうふうにこう思ってくれる人が多いのはすごいありがたいですよね。ありがとうございます。では時間も結構25分経ってしまったので次の質問に行きたいと思います。でですね、まあ、その難しい課題とかあるいは難しい技術も含めて、結構そのアイディアをなんでしょうね、この YC のセッションでもクリアに伝えることがすごく大事だというふうな話があったと思います。ただやっぱり最初期のスタートアップ、まあ、全般そうだと思うんですけれども、結構このアイディアをクリアに伝える、まあ、そもそもクリアにすること自体がすごく難しいんじゃないかなというふうに思っていて、お二人がまあ資金調達できる程度までそのクリアになった、クリアに伝えれるようになったのってどういうところがポイントだったと今振り返ると思いますかっていうところを、じゃあ石渡さんからお願いしてもよろしいですか？そうですね、一番最初スタートアップのこと全然わからない段階では、まあ、僕たちは大学院生だったので、自分たちが作ってる技術がどれくらい素晴らしいか、 Google 翻訳と比べてこんなにうまく翻訳できるんだとか、技術力がこんだけすごいんだっていう
のはこう容易に説明できたんですね。なんですけど、じゃあそれで誰が困っていて、でどういう問題を解決できるのかっていうのは、あの意外と最初上手に説明できない、自分たちもまだちゃんと理解できてなくて、それはあのユーザーにヒアリングをして、どういうことで困ってるんですかとか、どうやって今そういう問題を解決してるんですかっていうのをこう聞いていく中で、あの自分たちのアイデアがそういう問題をどうやって解決できるのかというのは徐々にクリアになっていったっていう感じですね。なので最初はあんまうまくできなくて、あの少しずつできるようになってきて、まだ発展途上なんだろうなというふうに思ってます。ユーザーとの話を通してやっぱクリアになってくるって感じなんですかね。そうですよね。清水さんいかがですか？私も全く同じでして、まああのまあこれも本当に広い意味での仮説検証だと思うんですけれども、まあ、お客さんにその、まあ、我々こういう課題を解決するんですよっていうのをぶつけてみて、まあ、それに対してその反応を見てそれを修正していくっていうのを、まあ、本当に6年以上ずっとやってきたみたいなところも、まあ、正直あって、で、まあ、その中で、あの、なんか思ったのとやっぱり違うところで刺さるというか、思ったと、もっと違うところに、あの、なんて言ったらいいんですかね、お金払ってくれる。っていうケースも結構あるなっていうふうには思ってて、あの それそういうのを統合していって、そのアイデアをよりクリアにあのしていくのかなっていうふうにあの思ってますね。なるほど。なんか初期のスタートアップ支援してても、まあ、仮説検証のインタビューをする、まあ、課題のインタビューをするときに、何でしょう、課題が間違ってるとお客様が全然こう反応を示してくれなくて、うん、なんか合ってる課題に刺さってるとすごい乗り出して、なんか他の人の人を呼んできてみたいな感じでなるって感じはしますけれど、話を聞きますけど、そういうのってあったりされましたか？はい、あのそれはすごくありました。あのやっぱりこういう技術持ってますよだけだと、まあ、なかなか、まあ、反応してくれないし、まあ、あとこういう技術をこういうふうに使えますよって言っても、まあ、それがぴったり当たってない、課題が当たってないとあのダメだったりとか、まあ、うちの場合だと例えばですけれども、あの、まあ、環境とかは言いつつも、あの弊社の技術を使ってやっぱりお客様が例えば競争力を失いつつあるその製造プロセスに弊社のものを入れることで、新たなこういう付加価値がお客さんに提供できるんで、競争力が再び復活しますよみたいな、まあ、そういうようなあのパッケージの方が実は当たったりであるとか、まあ、そういうことは本当によくありますね。だからそうすると、実はあの弊社のそのコアの製造プロセスが重要じゃなく、まあ自分重要なんですけど、それを中心にしたこのここの製造プロセスを導入する、まあ、コンサルティングというか、なんか実はそういうところが一番付加価値があるんじゃないかとか、課金しやすいんじゃないかとかいうこともやっぱりあったりしますし、まあ、そこは本当に外したり当てたり、まあ、いろいろやりながらという感じですね。ありがとうございます。石渡さんいかがでしょう？そうですね、一番最初に僕たちがあの世の中に提案してたのは 2C 向けのサービスで、あのここに漫画を載せると自動で翻訳されて売れますみたいなものをやってたんですけど、それはあんまり結局刺さらなくって、あの今実際に導入してもらってるものっていうのは法人向けのサービスなんですね。なので、あの本当に課題を抱えてる人たちに対して、その課題を解決できるようなソリューションじゃないと受け入れてもらえないんだなっていうのは、あのはっきり分かって、でそれはやっぱりお客さんのところに持ってったりした時に、いやこのサービスにコンテンツ載せるのは微妙だけど、その翻訳を早くやりたいみたいな需要はあって、なので、まあ、なんかないのみたいなことをあの言われながら模索していったという感じです。まあ、でも、まだゴールにたどり着いてないんだろうなという気はするので、なんかまだやっていかないといけないですね。なるほど、ありがとうございます。では、私が用意した最後の質問なんですが、今回 YC の皆さんもおっしゃっていたのが、まあ、コミュニティの大事さというか、まあ、そこが YC の、まあ、ユニークなアドバンテージだみたいなことをおっしゃられたと思うんですけれども、まあ、実際に皆さん、あの2人がそうした大学も含めたコミュニティにある程度関われていて、コミュニティから得た恩恵とか、まあ、コミュニティに入っててよかったなって思ったことがあったんであれば、ぜひ教えていただけますか。もしくは、まあ、おすすめ、コミュニティに入るのはおすすめしないよっていうのではあれば、それでも全然いいんですけれど、じゃあ清水さんからお願いしてもいいですか？はい、ありがとうございます。まあ、コミュニティ本当に、まあ、弊社の場合は、まずコミュニティすごい価値があると思ってまして、まあ、そもそもうちの場合は登壇コミュニティがなかったら、鎌田さんに会うこともなくて、鎌田さん、うちの最初のエンジェルなんですけど、最初のエンジェルに会うこともなくて、まあ、そもそも企業自体始まってなかった可能性があるので、あのすごい貢献、あの、ありがたいんですけれども、まあ、でも、今振り返ってみると、コミュニティの価値って実は、その、まあ、すごい変なこと言いますけど、その自分のファウンダーのメンタル面というか、
あのファウンダーのやる気マインドセットみたいなところにすごく関わってくるのかなっていう感じがやっぱりしてます。でっていうのは何言ってるかっていうと、あのやっぱりスタートアップのファウンダー、まあ、CEO ってすごく、まあ、ある意味孤独だし、同じように悩みを持ってる人ってなかなかいないので、で、まあ、そういう人たちの間でこう会えて、まあ、それこそ石渡さんみたいな自分よりすごい若い人が頑張ってるなっていうのもすごくあの自分の励みになりますし、あの、まあ、ちゃんとそのいろんな誘惑というかやっぱり、まあ、あのにそれに落ちていくベンチャーの人っていうのはまあいなくもないので、まあ、そういうところじゃなくて本当にただ目標高い課題意識持って進められるっていうふうなことを続けられたのが結構そのコミュニティの影響としては実は一番良かったかなっていうふうに、まあ、馬田さんとかそれこそですけどっていうふうに今は思ってますね。ありがとうございます。石渡さんいかがでしょう。僕もコミュニティにはお世話になってばっかりなので、あのコミュニティが大事って思うんですけど、あのすごく例えば僕たちの場合は前職が例えば何でしょう、この事業と関係していることをやっていたってわけではないので、あの事業をやるって何なんだろうってことも最初は分からない状態なんですね。でそこからスタートするとしたらもう誰かから教えてもらうしかなくて、一番最初にあのお世話になったのはあの本郷テックガレージって言って、東大の学生向けの、まあ、サイドプロジェクト支援のプログラムですね。でそこで初めて、いやユーザーの声を聞かないとダメだよとか、そかなり当然のことをこう教えてもらったりだとか、あるいはこう展示会でピッチするときはこうやればいいよね、展示会でピッチしたことある人たちからいろいろ教えてもらったりする、まあ、みたいなことがあったので、そもそもコミュニティがなかったら僕もスタートできなかったかなというふうに思っています。つい先週もここにいる清水さんにあのこういうことで悩んでるんですけど会社どうしたらいいですか、どうやったらあの上手に取引ってできるんですかみたいな話を相談できたりしてすごく助けてもらってますね。であとはそのあのコミュニティの中でやっぱ自分と同じような立場の人たちがいるといい、なんでしょう、 メンタルに効くっていうのは清水さんのおっしゃる通りだと思うんですけど、まあ、あとは、まあ、いい意味でピアプレッシャーもあって、いやなんかあいつは進捗している、俺も早く頑張らないといけないとか、あとこんくらいまでうまくいくと資金調達できるのかみたいなこう横目で見えるっていうのはなんかいいんですよね。あの、まあ、つまずくポイントがすごくたくさんあるので、それをこう気軽に聞ける同期みたいな人たちがいるのもコミュニティに属しているメリットなのかなというふうに思います。もう実益的なところで言うと、本当に出資者を紹介していただいたりだとか、なんでしょう、お客さんを紹介していただいたりだとかあるんですけど、なんか本当にそういう同じような課題に取り組んでる別の事業をやってる人たちとのつながりがこう心の支えになってるっていうのはあの本当にでかいなと思ってます。ありがとうございます。まあ、石渡さんが起業したきっかけも確か清水さんの講演がきっかけっていう話を聞きましたけど、一番最初、はい、そうです。いやでも本当にあのコミュニティのプラスの影響です。それ本当に大きいなと思ってます。やっぱり自分もなんていうか今はあの、まあ、こういう行為意義があることをやっててとか外に向けて話す時もありますけど、まあこれまあ、正直いやもうそう、もうやめてやなって思ったことって別に1回2回ではないので、まあ、毎回資金調達うまくいかなそうとか、まあ、いろいろありますよ。資金調達入金されるはずだったやつがあなんか急遽ダメになったとか、やっぱそういうことってあるので、それってもう倒産するしかないかみたいなことやっぱ考えますよねとかって、それ1回2回ではないんで、で、まあ、すごい辛かったこともいっぱいありますけど、まあそれでも頑張れたっていうのはあの、まあ、みんな頑張ってるしっていうのと、まあ、そういうふうにそのなんて言ったらいいですか、みんななんかその社会のためになんか、まあ、あいつが進捗してるからって石渡さんおっしゃったらまさにそうだなと思って彼も進んでるのからごめんやんなきゃなみたいなところは、まあ正直人間なんであるにはあるかな、あるすごくあるかなと思います。なるほど、まあ、確かにそのスタートアップのファウンダーの皆さんのコミュニティに少し関わらせていただいていると皆さんのこう、まあ、プレッシャーもありつつ常に前向きというか、まあ、なんか社会のために何かやってるっていう風なマインドセットが伝わってくるとちょっとこちらもすごく前向きなマインドセットになっていくなっていうなんか感じはするので、そこに属しているのはすごくなんかありが、まあ、人生にとってありがたいなという風に個人的には思ってます。はい、では、残り5分ぐらいになったので、会場から来ている質問をいくつかお話しさせてください。1つ目がですね、YC や FoundX のようなプログラムにそもそも参加するためにはどんな準備が必要でしょうかという結構難しいあの質問なんですが、お二人にもちょっと投げさせてください。後であの
まず私からの答えなんですけれども、結構ですね、繰り返しになっちゃうんですが、アイディアがクリアではないアプリケーションがかなり多いです。多分体感として6割7割はなんか書いてることがよくわからないみたいな、多分ご本人はよくわかってるつもりなんですけれども、初めて見る人にはなかなかわかりづらいみたいなアイディアというかアプリケーションが結構多くてですね、そこをクリアにするだけでももう話聞こうという気にさせてくれるのが、まあいいアプリケーションだと思っています。なのでプログラムに入る前にそのいいアプリケーションを書くっていうところを考えるとクリアにする、でクリアにするためには先ほどのお二人にあった通り、ちょっと顧客に少しでも話してみるとか、そういうところが必要なのかなとは思っています。あとお二人に関して清水さんと石渡さんにお二人にお伺いしたいんですけれども、まあいい起業家だな、いいアイデアだなって思う時ってどういう、なんか人のアイデアを聞いた時にどういうものですかね。ちょっと難しい質問と思いますけれど、清水さんからじゃあお願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。まあ2つあって、1つはその大きなというか、まあ、本質的な課題の質ですよね、を解こうとしているというのが1つと、もう1つは、今後そのマクロトレンドというか長期的にニーズが大きくなるというか課題が大きくなるような課題を解こうとしている、まあ、今後ある意味なんかほっといても解決するような課題って、まあ、を解くよりは今後ますます大きくなっていく課題を解くっていう風な、まあ、ところというのが、まあ、すごいいいなというふうに私は結構思いますね。まあ、弊社の環境とかまさにそうなんですけれども、今はまだそんな致命的じゃなくても今後大きくなるよねみたいな分野をやった方が、まあ、いいかなと思っていて、まあ、そこを一番私は思いますね。なるほど、ありがとうございます。確かに難しくてこうなんでしょうね、大きな課題に取り組もうとしているアプリケーションは結構通りやすいなという感じを私たちもしています。では石渡さんいかがでしょう、これ聞いていいアイデアだなと思ったタイミングとか、こうどういう準備をすればいいかみたいなところをお願いします。そうですね、いろいろいいアイデアだなって思う場面はあるんですけど、シンプルにはちゃんとお金になるなっていうのはいいアイデアだなって思います。っていうのはその僕たちもやっぱり技術はいいんだけどこれどうやってお金するのっていうふうに言われた時期が結構長くて、今もやっぱりそういう悩みはあるんですけど、と考えるとなんかちゃんとお金をもらえる、つまり世の中に価値を提供できるアイデアっていうのは本当に重要なんだ、いいアイデアだなというふうに思います。あとは僕個人的な気持ちとしては、幸せになる人の人数が多いようなものを提供するっていうのはすごくいいアイデアなんじゃないかなと思ってますね。結局幸せになる人の何でしょう、少数の人が死ぬほど儲かってハッピーだねっていうアイデアよりも、たくさんの人が今までよりこう何かが良くなったとか、何かこうハッピーになったみたいなアイデアがすごくやる意義が大きいんじゃないかなというふうに思ってます。でもう一個は、その人だからこそできるとか、そのチームだからこそできるアイデアだと、あ、これはいいアイデアだなって思いますよね。なんか結局、例えば儲かるだとか、例えば多くの人がハッピーになるアイデアであっても、誰でもできるようなものだと、実際は何でしょう、勝ちにくいというか、事業としてやっていきにくいんじゃないかなというふうに思うので、この人このチームだからこそできるアイデアがいいアイデアなんじゃないかと思います。この3つですかね。ありがとうございます。まさになんかピッチに求められるようなところと、あと多くの人が幸せになる課題っていうのは確かにプログラム側としても応援したくなるなっていうところがあるので、すごくいいと思います。なんか私ちなみに逆に石渡さん最後おっしゃったなんか本人とのフィットっていうのは、これ本当にいろんな意見あると思うんですけど、私は別にいらないかなと思ってて、いらないかなっていうか、むしろなんか本人 の, その過去の経験と関係ないのにその課題に出会って、なんかそのこの課題解きたいなとかやられてる例ってもあるじゃないですか。例えば分かりやすくアストロスケールの岡田さんとかって別に宇宙バックグラウンドなんでもないので、でも宇宙の課題でやってるとか、それはそれで私はなんかそれは結構なんかすごいというか、なんかやる気あるなっていうというか、やる気あるんですので、なんか上から見せた言い方ですけど、それはそれすげえなって思う派ですね、私は。いろいろそれ意見あると思いますけど、石渡さんいかがですか。そうですね、僕たちがスタートアップつらいなって思う場面はやっぱり結構あって、例えば資金調達なかなか進まないよねとか、お客さんなかなかできないよねってなって辛い時に、でもこれを実現できたらめちゃくちゃテンションが上がるから頑張れるっていうのはあるんですよね。なのでそうですね、あとは僕たちだからできる、他の人がやってもできないかもしれないから僕たちは頑張んないといけないみたいな気持ちになれるので、
僕的にはやっぱりその創業者たちがこうそのドメインに向いてるとか、そのソリューションに向いてるっていうのは、まあ、結構重要だなって思います。まあ、ただ清水さんが言ってるのも絶対正しいんだろうなというふうには思いますね。ありがとうございます。まあ、いずれにせよ、なんか、どちらのまあ、多くのファンダから聞く言葉として、自分がいなかったらこの問題解けないっていう、自分がいなかったらこの問題解決できないっていうふうな課題に出会ったり、まあ、技術に出会っていたりするファウンダーは、なんか、最後、踏ん張りが効くなと思いますし、アストロスケールの岡田さんなんかも、多分途中でそういう、途中でというか、自分がやらないと多分、みたいな感じがあったのかなと思うので、そういう人たちが増えると、まあ、応援したる、する人も増えると思いますし、応援してくれる人も増えると思いますし、いいスタートアップが増えるんじゃないかなと。いうふうに個人的には思っています。はい。それでは少し時間がオーバーしてしまいましたので、まあ、ぜひですね、こうした、まあ、大学の周りでもいろんなスタートアップのエコシステムが増えてきて、そしてコミュニティも、まあ、どこかのコミュニティ、いろんなコミュニティがあって、おそらく人に合ったコミュニティを選べばいいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。その一つのコミュニティとしてファウンド X というものもありますし、あるいは、まあ、個人間のつながりがいろいろあったりすると思いますので、ぜひですね、そういうところをうまく使って、大学系、あるいは、まあ、日本全体のスタートアップのエコシステムをもっと、良くしていければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。あと、宣伝になっちゃいますが、ファウンド X の応募もよろしくお願いします。はい。では、お二人とも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。